はあ、英語でこんばんは、はるげです。今回は、レディオアクティブオーバーメアを使っていきたいなと思います。スキル4、逆足4の選手になります。で、SBC の価格としては、10万弱ぐらいかな。で、作ることができます。結構安いな、というふうに思いますね。で、能力のアップグレも、結構されていて、ペースが速くてシュートも打てて、まぁ、ちょっとドリブラー重たいけれども、まぁ、フィニッシュ力に長けた、そういう選手になってます。レジェンドも88あるんで、結構期待をしてる選手になりますね。で、フィジカルも強くって、ごつい選手に、なります。一応、空中戦もできますね。で、プレイスタイルに関しては、ラピッドのプラスが、つきました。これは結構、いいんちゃうかなと。いうふうに思いますし、シュートのところでも、まあ、ループシュートとか、あとは今週がついていたりとかはします。まあ、非常に強い選手になるんじゃないかと思いますし、今回、ケミスリースタイルは、ホークをつけて、使っていきたいな、というふうに思います。じゃ、それでは、試合に行きましょう。さあ、当たりましたんで、行きます。レディオアクティブ、ピエール・エメリク・オバメヤン。オバメは、初の特殊かな。本作なんで結構期待をしてます。もともと意外と強い選手になるんでね、速いしでかいし。で、今回は 4-4-2 の LS でいきたいと思います。結構期待はしてます。オバメヤン、どこだ、これかな。まあ、ドリブル自体はちょっと重たさはある選手だとは思うんで、まあやっぱスピードを見せていきたいですよね。スピードを、スピード面と、あとはまあちょっとフィジカル面。さあどうだ、 AI のところもどうだ。結構右左に動いてはいます。ここもねちょっと刺していきたいけどね、なかなか相手の守備も硬いよ。あ、そういう時に、あ、奥行った。クロス奥行く、あれ。結構ゲージも中間ぐらいしたよ。とりあえずナイス。いやー、わ、いいとこ。ナイス。おめ、いやー、ベルシルの使い方分かってんな。しかしおばめのラピッド、こうなったら、いやー、あれぶち抜いてほしいね、ちょっとね。でもいや強いな。あ、取れそう、取れない。ナイス。さあラピッドのプラスがどうですか。早い、早いな、ちょっとちょっと早いか。でも爆速感あんまないけどね。ラピッドのプラスついてる、ちょっと爆速感はそんなないぞ。というよりちょっと重みがあるかも。なんかよっこらせ感が、よっこらせ感がちょっとあります。なあ、これ行かれたらあかんのちゃうか。早いな。最高。ちょっとクロス上げてみようか。お豆を信じて。あ、来た。お豆、お豆、どこ打った、どこ打っとった今お豆。あれ赤じゃなかったよね、多分 TF 切れてたよね。だ、普通のシュートで普通に外したっていうこと。冷静さ88よ、結構あるよ。ベルシルの使い方分かってるわこの人。もうテクニカルやっときゃええからな、ベルシルはマジで。それがあれですから、特徴ですから、ベルシルの。それ通る、
あ、やっぱベルシル。ベルシル強いのよ。ほんまテクニカルやっときゃええから。だからこちらもね、オバメアをね、走らせときゃいいっていうレベルのね、にしたいよ。ハンセンもおるやん。いい選手持ってんな、みんな。絶対ハンセンおるよね、なんか。ブラフラ終わってから。まあ、ブラフラ終わってからね、バペもめっちゃいる。金でも。ベルシルめっちゃ強ない？やばいやばい。使い方わかってるわ。強いよな、ほんまに。7万で買える選手はないよな、ほんまにこれは。オバメ来た来た。はぁ、あ、マジでゲージ強かったかな。あれ決めてほしいけどな、結構結構決めてほしいですよ。大丈夫、相手は入るんちゃう。怖っ、テクニカル。あ、入る。やばいね。オバメ？オバメやんさん？今、2本蹴って外しますよ。これぞ。大丈夫か？やっぱ10万ってこと。テクニカルほんますっげーな。もう全部テクニカルでええみたいなね。ベルシルだけじゃなくて、うちのワメもテクニカル見せようかな、これ。でもテクニカルそういう感じじゃないよな。重たいもん、ほら、すっごい呪いでしょ。すっごい呪いのよ、重たい。だからドリブル系ではもう全くないですね。本当にこうフィニッシャー型というか。あ、オバメヤン。まあ角度つらかったか、角度がつらかったか。いや、ただオバメヤンさん、ちょっと大丈夫これ。まあでも1点は入っていいよね、これ。この試合ね、1点は入っていいですよね、これ。うん、1.3 と 1.2 だけど、結果は3対0。ほんまに気持ち悪いゲーム生み出されてます。こっからでも、オバメヤンさん後半は違うから。もうハーフタイムで監督喝入れました。オバメヤンさんも全然違うよ、後半は。後半はテクニカル使っていこうかな。まあいいか、使わなくても別に。オバメヤンさんだから、主役は。オバメが活躍すや、もう何でも。バチャエグ。オバメ惜しいよ。ハンセンを止めろ、ハンセンを止めろ、ハンセンを止めろ。いや、通っていくな、スルスルと。あぶ、オバメヤンさん、ラピッドのプラス見せてくれ。あっ、ラピッドのプラス、なんかそんな爆速じゃない気がするな。もっと爆速なオバメを見たいんやけどな。そんなに爆速じゃないな。あとパスはそんなに悪くないっす。これもなかなか通らないんで、パスはそんなに悪くないですね。取れそう、ナイス。ファンデイク、オバメヤンさん、オバメヤンさん。いや、これいけないのよね。あ、いや、いけないのよね。
爆速じゃないね、あんまり。反戦がいいわ、やっぱり。反戦をうまく使ってるね。取れた。取ってるけどね。取ってるけどね。オッケー。あ、ちょっと見せた。あ、これ置いていけんじゃん。あ、早い早い早い。お、バメさん。マジ？決めてほしいな。オバメさん、オバメさん。オバメさん、さすがにね。オバメさん。おまめさん、おまめさん、ちょっと、おまめさん、大丈夫これ。あー、入りそうにないな。おまめ、よし。あ、いい動きしてるよ。あー、マジか。結構ゴリられるな。 OK、 ナイス。うわー、ファンダイクいいな、やっぱな。サンマキシマの扱い方分かってんな。うん、いいね。なあ、はあ、ブロックされる。どんだけブロックされんね。取れそう。いや、取れない。これね、これほんまに勝手にね、取れへんくしてくれるのはハンセンの力ですよ。勝手に体当ててね。誰もいかんな。足を伸ばせ。来た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 。これが大雨だ。これが大雨。よしよし、やっとやっと、大雨さん、大雨さん、ようやく。まあまあ、これですわな、これですわな。もう速さスピードっていうところで、一回もうぶっちぎったらもう追いつけへんみたいなね。そこの速さはあります。そこの速さはもう全然あるから。行こう、大雨さん。あ、早いよ。ちょっと早くなってきたぞ。あ、早い早い、ほら早いよ。どこやねん、そっちちゃうって。もうアホやん、そっち出してたら。嘘でしょ、考えられへんな今の。ナイス、バンズ。大雨さん、よし、ナイス。入らんな、シュート。おお、ナイス。キングスレイコマン、言うて時間ないか。あ、取られた。うわ、それいかれる。うわ、バチャいぐ。あ、取って。あ、いや、取れないか今のデパイ。うまくキープされんな。あ、取れそう、取れた。大江さん、もう1点お願いします。これ取らない。パスはそこまでうまくないからね。まあ、ほんとフィニッシャー型ですよね。あ、ごめんなさい。これでもいけないな。あ、ただここのスピード速いよ。いや、ブラ。バーンズ縦。あ、じじ。いや、オバメさんね、これね。いや、悪くはないよ。悪くはないっすよ。全然。ただでも、
ただ超メタ選手かって言われたらできることが限られてるような気はしますね。スピード面と、まあ、あと決定力もこの試合では高いとは言えない気がするんですよね。まあ裏抜けとかをうまく使えるっていう方はかなりおすすめな選手だとは思います。例えばハーランドとか、あとはオシメンとか、どっちかって言ったらそっち寄りの選手になるんで、そういう選手がうまく使いこなせてるよっていう方だったら、まあ、手に合うよっていう方だったら十分オバメも使えるかなと、いうふうには思いますね。まあ余裕があるならスパサブとしてね使ってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ気になる方はぜひ、使ってみてほしいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。